まあ、一時期を隠した政治家だからね、さまざまな改革、国鉄の民営化とか、電電公社の民営化とかね、大事な改革を成し遂げた大政治家の一人だと思いますね。でも選挙はしないんで、終身国会議員というのは疑問に思っていたからね、できれば引退していただきたいなと。人の政界の出資を引退するなんて君が言うことじゃないよって言われて、俺は政治テロや、政治テロだよって言われたのはちょっと私びっくりしたね。嫌なことを言うに行くのは気が重かったですよ。